第6回情報保全諮問会議の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆様におかれましてはお忙しい中お集まりをいただき感謝申し上げます。平成26年12月に特定秘密保護法が施行されて2年余りが経ちました。この間北朝鮮が国際社会の度重なる警告にもかかわらず核実験や弾道ミサイル発射の強行を繰り返すなど我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増しています。その中で例えば北朝鮮のミサイルの動向に関して米国等から非常に機微にわたる情報がより多く得られるようになり、それらを踏まえて情報収集や警戒監視等に万全を期すなど米国をはじめ諸外国との連携がよりスムーズに行うことができるようになったと実感しております。これはこの制度の創設により我が国の情報管理について諸外国からの信頼が高まったからであろうと考えております。この信頼性を保持するためにも政府としては重層的なチェック体制の機能を十分に生かしながら最新の注意を払って法の適正な運用に努めてきました。今回3回目となる国会報告は法の運用状況を継続的に分かりやすい形で国民に公表し政府における秘密の取り扱いの客観性と透明性を向上させ特定秘密の規定等の適正を確保する上で極めて大切なものであります。本日皆様と皆様から期待ないご意見をいただければと思います。政府としては今後とも皆様をはじめ多くの方々からさまざまなご意見を賜りながら法の適正な運用を徹底してまいる考えでございます。